今年も教育クリエイターフェススクール開催することとなりました。本気で笑えるようなそんな人になりたくて、周りと比べて落ち込んでいたけど、開いて不安定な心のかけら握りしめ、突っ向いた顔を上げて今年は3月26日の日曜日、都内にある武蔵野大学さんを貸し切って開催することとなりました。ちなみに注意なんですが、武蔵野大学さんは武蔵野キャンパスと有明キャンパスっていうのがあります。武蔵野キャンパスでの開催なので場所気をつけてください。ここから内容を簡単にお伝えします。今年は3部構成となっていて、午前の部の第1部、午後の部の第2部、そして第3部として卒業式を開催します。まず午前の部は小学生が対象、そして1時間目から3時間目まで授業があります。1時間目は元気先生、そして今年から参加していただく五十嵐美希先生による理科の授業です。2時間目、こちらも今年から参加していただく大河内先生によるお金の授業を開催します。そして最後の3時間目はプロのバイオリニストとしても活動しているすみれ先生による音楽の授業です。続いて午後の第2部、こちらは中学生以上が対象となっていて、1時間目から3時間目まで授業があります。まず1時間目は元気先生、そしてくられ先生による理科の授業です。2時間目はすみれ先生による音楽の授業があります。そして最後の3時間目は匠先生、伝願先生による数学の授業が行われます。そして最後の卒業式は小学6年生、中学3年生、高校3年生のみが対象となっていて、我々教育クリエイターが作る卒業式を行わせていただきます。第1部、第2部、第3部それぞれ参加費1000円となっておりますので、例えば中学3年生の方で午後の部、第2部と卒業式両方参加される希望される方は合計2000円が参加費となります。ここまでメインステージの話をしてきたんですが、実は今年はメインステージと同時並行でそれぞれ教室で実際の学校の先生の授業とか実践を見ることができるというのもやっていきます。例えば中学生以上の方で申し込まれた方はメインステージが午後になりますよね。なので午前中に来ていただくと、各教室で中高生を対象にした授業とか実践はやっているので、それを見ることができるわけです。今回授業をしていただく先生は全国各地から集まっていただきました。そして本当に素晴らしい先生ばかりです。学生の皆さん全員に見てほしいっていう気持ちもすごくあります。こんな授業あったのすげえって感動してほしいなって思いもあるんですけど、特に教育に興味がある方、将来教育に携わりたいと思っている方たちにとってはいい授業を見に行くって大変じゃないですか。例えば北海道まで見に行くって大変でしょ。でもそれが来ていただいて一箇所で実践を見ることができます。こんなに刺激的なことはないし、自分が中高の時に、まあ大学生の時もそうだね、これがあったらマジで見に行きたかったって思う方たちが集まってますので、ぜひねメインステージがない時間にも足を運んでいただいて、興味ある授業にね見に行ってもらえたらと思います。詳細な情報、申し込みフォーム、あとは今でもね打ち合わせをたくさん重ねて情報を更新している段階なので、詳しい情報などは下の概要欄にあるリンクから見ることができますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは当日皆さんにお会いできることをクリエイター、先生、運営スタッフ一同お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。